リプルルッツ。次にあのトリプルアクセルですね、これがもし降りますと絶対世界一になると思いますね、はい、これです。わー、やったー、やったー、やりました。この伊藤みどりの表情です。トリプルアクセル見事に成功です。トリプルのコンビネーション、さあ決まった。わー、素晴らしい。もう本当にノーミスですよ今んとこね、いや平松さん、この表情実に穏やかな表情で滑ってますね、はい、もうまずこのジャンプの高さ、さあ終わりました。伊藤みどりノーミスで滑りました。満足の笑顔です。ですけども、多田さん、はい、それではそちらですね、伊藤さん、八木沼さん、ともどもよろしくお願いします。はい、練習でもね、あんなにこうパーフェクトに滑ったことがあまりないんじゃないかと思うくらいの出来だったように思うんですけど、どうですか。はい、こっちの公式練習に入りまして、本当にもう全然調子が良くなかったんですけれど、うん、できっと連盟の方とか、ね、自分もちょっと心配不安だったんですけれど、うん、もう本当試合の本番一発にかけてやりました、ね、一緒にいた八木沼さんね、今日はもうあれですね、もう引き立て役でごめんなさいね、すいませんけどね、はい、いつもの滑り見ててどうでした。はい、みどりさんの滑り、うん、とっても良かったです。ねえ、ほんとパーフェクトだったですもんね、はい、トリプルアクセルというね、世界で初めて女子では成功させたあのジャンプなんですが、飛ぶ前はなんか簡単に飛んじゃったような気がするんですけど、もう飛ぶ前は、うん、もうドキドキですよ。もう死ぬか生きるかの瀬戸際って言ったらおかしいですけども、うん、その一発にすごい緊張っていうんですか、集中力がすごいいりますね、うん、はい、で、あのトリプルアクセル成功しましたね、はい、あれで何かこうほっとこう一息っていうか、やったなっていう、もうやったという感じで、うん、はい、でもその後にほらちょっと苦手なあのトリプルフリップがあったでしょ、はい、いつもトリプルアクセルを成功しますと、いつも、うん、トリプルフリップがいつも失敗しちゃうんですよね、うん、もう力が抜けちゃってて、だからもうトリプルフリップが決まるまではまだまだちょっと落ち着いて落ち着いてと自分に言い聞かせて、あの後のね、あの表情がもう本当の普段の伊藤さんに変わっちゃったわけですけどね、はい、もうあそこまでこれは、ね、バンバン剤でしたね、はい、ところでね、チャンピオンになるまで の, 伊藤さんのね、ビデオテープがありますので、ちょっと振り返ってね、伊藤さんのこれまでのこう過程をたどってみたいと思うんですけれど、ちょっと VTR 用意できますか。これがね、1980年、11歳でね、全日本フリーに初出場して3位に入った時の、時なんだそうですけどね。痩せてますね、やっぱりすごくもう今、ね、痩せてますね、はい、この頃からでも天才ジャンパーって言われてたんでしょ。そうですね、もうジャンプは、ね、最初にトリプルを飛んだのは小学校3年生ぐらいですね。ということは9歳か。9歳ぐらいですね、はい、じゃあもうこの時には堂々たる3回転ジャンパーだったんですよね。わー、よく回ってますね。ね、元気がありますね。八木沼さんどうですか今の。本当に。で、これが8。フラッシュ的に表情をご覧いただいてますけど、はい、山田コーチ、これが中学1年生、ね、あ、そうですか、これが中学2年ですか、ね、うん、違う、これね、本当に可愛いですね、これオリンピックの全日本、あ、1984年、これは世界選手権ですか、はい、オタワですね、オタワですね、はい、初出場して7位に入った時ですね、はい、この時の演技なんかもやっぱり覚えてるでしょ。はい、覚えてます、うん、初めて世界選手権に出た試合ですか、あ、これこけるこける、あ、追っかけてフェンスにぶつかる、最近ドリオエンでドって、そうそう、はい、でも、この世界選手権初出場で堂々と7位に入りました。で、これが15歳、85年の全日本選手権で初めて日本一になった時の VTR だそうですよ、うん、でもすっかり大人の雰囲気になってきたね、だんだんね、うん、だんだんなってきてますよ。
やだこれ。これがね、あの東京で行われた世界選手権で足を骨折して出られなかった時ですね。この時がやっぱり一番苦しい時期というか。そうですね、もうこの時がもうガーシュンのスイートガールクレイジー、やっぱり表彰台に乗った時も思い出しましたね、うん、はい、東京である世界選手権を、うん、足骨折して出れなくなっちゃって、うん、でこれが、オリンピックですね、カルガリー、うん、この時の演技が素晴らしかったですね。そうですね、学校連発します。はい、あのガッツポーズを取った時にあの観客席からすごい拍手をもらいましたね。もうほとんどの方がスタンディングオベーションだったので、泣いてますよ。立ち上がりました、場内1万7000の観客。この時に終わった時の観客もすごかったって話してましたけど、はい、やっぱり世界選手権でチャンピオンになった時のあの嬉しさっていうのはまたちょっと違うでしょ。はい、ね、あの今回特に本当に 100% の自分の持ってる力が出せて、うん、なおかつ3回転半という、女子ではやっぱり難しいというジャンプにも成功したんで、うんうん、本当に嬉しかったです。記者会見でもね、あの4回転なんかはどうなんですかってあの共同記者会見で出てましたけど、はい、やっぱりまず3回転半から、うん、はい、まあ、それ成功しましたね、はい、いよいよもう来年トライするのは4回転しかないっていう感じなんですけど。そうですね、うん、でもやっぱりあの85年みたいに怪我してしまっては終わりなんで、怪我しない程度にはいろいろやっぱり新しいものにはチャレンジしていきたいなとは思ってますけれど、ね、はい。